はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。楓さんちへようこそ。最近ね、まあ落ち着いてきたかなと思うんですけど、声優さんの顔出しだったりとかってありますよね。まあこれは波があるのかなとか思うんですけど、顔出しするっていうのもそうだし、声優さんの人気っていうかさ、そういうのも波があるのかなと思うんだけど、顔出しされる前提で声優さんをと取るというか事務所に入れるっていう人がまあ多いみたいです。まあ誰かがね、そういうことをお話ししていたなっていう話で、まあ本当はね、その顔出ししなくても別に、ね、自分の顔と一致してもらえればまあいいかなとか思うんだけど、でもまあそれでも実力でね、人気を取りたいっていう人もいるだろうから、その可愛いから、この人を推し声優さんにしたい、人気者にさせたいっていう人も、まあね、声優のファンの方はいらっしゃるだろうけど、まあ本人としてはね、実力がね、ともなっていないのに、そういう主役級の、ね、キャラをこう与えられて人気だから、ね、ファンがいっぱいいるから、こうそういう主役級のものを与えられたっていうのはすごく嫌な人もいるだろうし、どうなんだろうね、どっちがいいんだろうね。そう、声優さんでもね、まあ変な話、変な話っていうか怒られるけど、素人じゃねっていう人もやっぱいるよね。ちょっと棒読みだったりとか、その感情入ってないような感じもするだろうし、まあ、あえてその野沢雅子さんだったりとか、ルフィの、ね、声の方なんかも、まあ、あえて実力があるから、そういう棒読みとかそういうのもあったりとかするんだろうけど、ね、ねって言われても困るか。だから、顔出し優先でやってしまうと大変だなぁと思うよね。まあ、その声優さんファンとか、まあ、アニメファンもそうだと思うんだけど、まあ、実力がないとね、辛辣というか、結構厳しく言う人もやっぱね、いるからね。その漫画ファンからもそうだと思うんだけど、原作ファンっていうのかな。誰それさんがやりますって言ってて、結構ね、有名どころの方がやるんだったら、まあ、いいけども、実力がないというかさ、まあ、入ってては声優さんとしてやって、まあ、ちゃんとした代表作がない人がポーンと出ると、誰だこいつみたいな感じでさ、ボロクソ言う人もいるだろうからさ、まあね、本当に磨けば、その野沢さんのような、寺ちゃんのような、そのすごく人気のある声優さんになるんだろうけど、それをまあ全否定しちゃうとね、まあ、ああこんなもんかっていう感じでやめちゃう人もいるだろうからさ、まあある程度顔出しもしなきゃいけないんだろうけど、そのキャラのね、イメージがすごくあって、キャラとその声がすごくね、マッチしてて、ね、声優さんとしては、ね、顔出ししなくても、そのイメージがさ、あると、嬉しいって思うだろうけど、ね、何言ってんだか分からなくなっちゃった。よく分からなくなっちゃったんだけど、ね、まあ、声優さんに限らず、その俳優さんなんかも、誰それさんといえばこの役だよね、このキャラだよねって一致す、ね、する人いると思いますけど、
田村亮さんじゃなくて、この前に来られた方も、あの人といえばこの役だとかさ、っていうのあったじゃないですか。そういうふうに、こう、この声優さんといえばこのキャラだよねっていうふうに、まあ言われたら嬉しいなと思うんだろうけど、それまでにね、長い道のりがあったりとか、まあもちろんね、その1年目、2年目ぐらいで、そういう、ね、ゴール付けされるキャラもあったりとかするんだろうけど、まあそれは本当に得意っていうかさ、真似の話だと思うので、ね、と思いますよ。本当に実力がその前から、研究生というか、そういうところからあって、っていうのもあるか、本当にコネかね。コネで、この子は逸材ですよみたいな感じでさ。っていうのもあるんだろうけど、まあコネもね、多少あると思うんだけど、誰それさんの息子さんですとか、誰それさんの姪っ子ですみたいな感じでさ。多分、声優さんでも親子教員みたいなのはあると思うんですけどね。まあそのお子さんの方がすごく勉強して、まあ親のいいところも含めて勉強して自分のものにして実力っていうかね、そういうものを蓄積して、まあ人気を得るっていうことはあるだろうけど、やっぱある意味あぐらをかいちゃってる部分があったりとかね。大そ有名声優さんの息子だからっていうことでね、いいキャラが与えられるだろうって、まあ本人も思っちゃったりとかしてて、結局はね、早くしかなかったりとかね、もしかしたらあるかもしれないけど、皆さんどうなんだろう、どう思いますか。もしよろしければね、ご意見いただけたらと思います。それで皆さん、さようなら。